チンチャ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 チもーもー、エアコンに行かない。明日はメンテがあるからオフラインモードをおすすめ。おー、オフラインモードもこの間初めて教えてもらって、配信で教えてもらいながらやったんですけど、楽しいですよね。してみ。あ、元気玉使えばよかった。その元気か。なんかちょっと重いですね、画面が。うん、お姉ちゃんの物語ですね。全滅よ、やだ。戦い中とかね、衝撃玉とかパッと使えたらすごい便利ですよね。あ、全滅したり直した方がいい。あ、本当ですか。そういうこともあるんだ。2回の捨て身？捨て身いっぱいしようじゃん。あ、MP 使うなにする。うん、え、なんだっけ。あ、コミュニティ登録ありがとうございます。捨て身3回。やばい、倒した。やめて、回収しないで。なんだこれは。押して通行に。やばいやばい、アーミーさんもうやめて。あ、ソウルだけ MP 使うな。この二人は私に任せるですね。よし。うわ、ザワリクしないで。ちょっと、キャー。賢者も。アーミーさんにもう天下無双できないかな。あー、やめてー、攻撃しないで。よし、私のすることは終わった。あ、仲間にが、はい、よし。ちょっと大山さん。危ない、びっくりした。あ、びっくりした。天使の守りで生き返るかと思った。びっくりした。ここでなんか必殺とか使われたらもう終わり、終わりますよね。うわー、みんな生き返ったみたいな。普通にもうこんな時間になるに大山さん叫んじゃったもん。変な汗かいたわ。
もう全滅したいって言ったのに、天使の守りで、天使の守りで生き返ったみたいな。生き返られないでみたいな。考えるわよ。あ、料理もいい。ほうほうほう。やっぱりね、戦いすると楽しいですよね。テンションマックスですよ。使う。はい。ここで元気玉と料理を使おうと。料理で言うと経験 30% 増える。やば。こっちだな。こんばんは、セーピー、いつ寝てるの？いつだろう。でも、キリンよりは睡眠時間長いです。キリンの睡眠時間5分とかですもんね。それよりは長いです。はい。でも寝なくてもテンションは高いですよね、割と。なんだろう、なんとかハイみたいなね。眠い。わ、画面めっちゃ重い。いやー、無料だ。うわ、入れられた。あ、初心者放送、初心者対象放送初めてですが、こんな時間も放送してるんですね。はい。楽しみや。なんか生活、なんかね、本当に夜中入りすぎて、マネージャーさんとかに、リアルにいつ寝てるのって言われるんですけど、結構ね、割と、はい、夜中も放送したり、ゲームしたりしてます。はい。でも、ほんで初めてなのに、ほんで放送見に来てくれてありがとうございます。戦い大好きな第4期初心者会士の、称号ダンスこと、内藤孝太でございます。あー、皆さんだー！よっしゃ、ツッコミ。キラキラポン。そして、輝くキラキラポン。はーい。やばい、痛恨だ。やーうわっ、助けてー。お、なんかいつものピーサーと違ってる。大丈夫か。そうですね、大山さん、でも明日、明日ってもまあ今日か、今日千秋楽なんで、本当に悔いのないように頑張ってほしいというか、もう本当に楽しんでほしいです。はい、本当に楽しそうに演技されてるのをこの間自分の目でちゃんと見てきて、いや本当に楽しそうに演技するなと思って、だから明日は本当に悔いのないように楽しんで演技をしていただきたいです。ウルトラポン、はい。あ、旅に入れるの忘れた。ひー。でも元気玉の時間があれか。うん、あ、サヤピーをテレビで見たいからオーディション頑張る。ありがとうございます。なんかもう本当に、もうそう言って言われるだけで。もうね、200% 頑張ります。ありがとうございます。
あったかいなぁ。よーし、セミ。どっちから倒そう。赤い方か。でも私ね、そのなんか全力坂はっていうコメントを今まで何回か受けたんですけど、私本当に周りから惹かれるぐらい短距離が遅くて。で、なんかもう毎年なんか先生がふざけてるんじゃないかっていうぐらい遅くて、もうで2回とか走らされますもん。タイム測ると。本当に遅すぎて、ふざけてるのかと思っちゃうくらい遅すぎて。本当に短距離遅いんですよね。びっくりするぐらい。例えば、日体大の龍座さんとか、あと、元陸上部の愛樹さんとかが見ると、で、本当に、多分、ケンケンで負けるんじゃないかってくらい遅いです。50メートル走が11秒4です。最後に測ったのが。でも、長距離がめっちゃ得意です。はい。本当に長距離はめちゃめちゃ得意です。1000メートルとか。最近ほんと高校卒業してから運動してなくて、なんか長距離ってだってぶっちゃけ疲れても、もうとりあえず走ってればなんかいいじゃないですか。そう、でも短距離はどんだけ力出しても、お、どんざいも。短距離はどんだけ力出しても、もうそれ以上は出ないじゃないですか。だから、そう、長距離はね、長距離は別に短距離ぐらいのあれをずっと維持できればいい。まあそんなに速くないけど。そう、短距離遅すぎて本当に、だから、なんだろう、なんか体育の授業で短距離走を測るときとかも先生に、お前マジふざけてるやろって、もう一回走れって言われて、でも本当に一回全速力で11秒4で、そう、走ってるのに、あ、ステルにしちゃった。もう一回なんてとんでもないと思って。で、もう一回走らされるじゃないですか。で、走ったら、もう、12秒とかね、疲れてるから、一回目で。やばいと思って、本当になんかね、家族にも惹かれましたね。本当に11秒4って言ったら、やばーみたいな。もう、ケンケンでしょみたいな思いましたもん。遅すぎて。本当にね、短距離は苦手なんですよね。でも元から短距離遅くて、私9秒8を、9秒8より速く走ったことないんじゃないかってぐらい遅い、短距離は。マジで。本当に。で、なんか、そう、スタミナだけはあるんですよ。途中ちょっと休憩するから、50メートル走って休憩していいですか？ でもずっとバドをやってて、小さい時に、すごい走り込みとか体力作りはしてたんで、持久力は、すごい自信があったんですけど、最近大学東京出てきて、全く運動しなくなっちゃったんで、絶対もう体力やばいかなって。でも走るのだったら、長距離の方が好きです。キーと愛知さんと和成さんと龍太でやったら誰が一番速いんだろう。待って、私それ本当に地獄じゃないですか。でも私、お三方の3倍遅い自信がありますよ。短距離。で、11秒4ですよ、50メートル走。もうそんな、ほんで公開処刑もいいとこですよ。本当に。マジで。本当に遅いから。なんで公開処刑ですもん、本当に。すごいわ。まあね、みんな、そのお三方のケンケンで全速力ぐらいが私の50メートル走の全速力ですね。はい。もう片足で走ってもらえるんやったら、まあ、走るっていうかわからないんやけど、やったのって私は、そんだけじゃないと勝てない。そうですね、マラソン大会は。でもなんか高校の時とかだったら、
も本当にもう緩かったんで、マラソン大会が本当に田んぼ道をまったりみんなで走るみたいな感じだったんで、でも中学校もマラソン大会なくて、中学校はなんか駅伝みたいな感じだったんですけど、小学校の時は本当に女子が60人ぐらい、60何人いて、私10位とかでした。マラソン大会が10位とか11位、12位、13位とか。小学校だけマラソン得意でした。あ、本当だ、捨て身切れた。捨て身で走ろう。あ、捨て身2回しちゃった。間違えた。やだ。やばい。メロディーもやばい。いや、これは今は本当に喋りすぎてガチで間違えました。はい、リュウザがこちら側へようこそって言ってる。え、リュウザさん、いや大丈夫です、お邪魔しました。逆にお邪魔しました。お、レベル上がった。イエーイ。賢者はバッチリの方がいい。そう、さっき間違え、あ、ガンガンにしちゃってた。バッチリやったね。大文字じゃないですよ、うん。お母さんの書き置き、爪切りがないって。あら、真っ暗だ。あれ？回線が重たい。やばいぞ、やばいぞ。お？お？お？おっと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 ？おお、戻った、戻った。ハンドパワー。危ない、びっくりした。落ちるかと思った。びっくった。使う。アビソルジャー。びっくりした。ね、ゲームがトマト。立ちがどんなん敵だっけ。ああ、これか。うわ、やば、強い。うわ、強いし、なんかお互い応援し合ってる。これが切磋琢磨というやつ。うわ、お互い応援し合ってる。だから、よし。うわー、デンタルタコス。いいから。さっき日本に、はーい。よし、倒した。全体を倒す。A。おー、アミさんもそれ増えました。10シード。カルナリさん、イオラ。誰に向かってイオラをしたんでしょうか。あ、黒い。ね。そうですね。私はまあ相変わらずこのタコスにあれしますよ、はい。うわっ、会心出たぞ。はい、
なんか早いぞ早いぞ今回。早いぞ早いぞ。早い早い。カリフォルニア。いいな、でも、あたた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 。ナイス、ナイス。あ、ナイス。アビソルジャーにノムアスジャー、なんだっけ今、なんだ今度の疑問が分かんなかった。あ、選手がコーヒーフルに戻りました。さあ、でも重さは残っている。壁をしている、壁をしている。賢者と僧侶を守っている。おたけび、わー、みんなが食らう、みんながおたけびを食らう。あらららら、捨て身が消えた、捨て身が消えたよ。バト、ヘアピーバト、捨て身が消えた。アビソルジャーにモルアドア、いいね、いい感じ。わ、おたけびだって。ああ、尻尾に隠れよう。あー、食らった。また捨て身しないと、捨て身消えちゃったじゃん、おたけび食らったから。バトバス壁捨てもあんまり効かないって言われて、壁はしたいんだよ。あ、効いてる。でもあ、でもアミさんが重さ2人やるからか。あ、そっか、出てみんな今のうち剣のアイコンチェックしよう。あー、守備力がなんちゃらみたいな、ね、え、私手に2回してんじゃん。嘘、いつの間に。わー、ピソルじゃー、やっほー。うわ、大暴れ、おっかねー。わ、わ、重い、ゲームが重い、でもゲームが重いぞ。よし、ピソルじゃに天下無双お、稲妻。あ、あ、アビソル、アビスソルジャーか。デンタルタコスは何か落とした。ゴンザエモン、レベル、おお、早い。いいね。いいね。お、早い、結構。うん、二人目。歯医者？歯医者？歯医者っていうことだ？歯医者。歯医者さん？ん？タコスに歯が刺さったのかな？タコスに歯が刺さったのかな？タコスに歯？あ、ん？テンタコルス。あ、テンタコルスって、あ、テンタコルスって名前なんですね。ほう。いやね、カタカナが、ちょっと長、そう、なんかね、カタカナがパパパッと流れてると、もうパッと見た、もう本当にパッと見た目の、なんて言うんだっけ、こういうの。目力トレーニングみたいな。そう、なんかね、そのフィーリングです。感じた、こう、そう、カタカナの感じたままを読んでました。はい。ブラーニクイーン。あ、そう、動体視力で。そうです。私前なんか、なんか動体視力の、なんか受けたときに、目の年齢が60何歳とかでした。ひゃーと思って。うん、のいいんです。はい。フィーリングで見るものです。はい。なんで、五感を使って、何かを見ることが大事なのです。はい。あ、セビ申し訳ないけど、V に配信切れてて伝えてもらえないか。あ、気づいてる。あ、了解でーす。あらららら、なんだ、魅了されてるじゃないですか。何ハートマークしてるんですか？わあお。あー、いっぱい。
活した、はい、よかったです。クイさん、お化けトマト、やばい、ブラウニークリーン、うまい。うわ、また誘うの、誘うぶりなんだよな、魅了が。なんか変に攻撃されるときやな。うわ、暗黒の霧、やばいやばい。うわ、お馬さん、ソウルなのに魅了されてる。あ、ナスビから倒した方がいい。なるほど。トマト後回し、ナスビに、ナスビーラーを先に。はい。おわちゃわちゃ、投げキッス。投げキッスされた。あー、魅了された、あちこめ。オッケー。おにおーん。楽しそうに踊ってる。よかったねー。よかったよかった。楽しんだね。よかったよかった。メランザーナ？メランザーナ。メランザーナがオレンジ色。やばい、レバギラクイーンが。白い。ちょっとこれは任せた。私はメランザーナを倒そう。うわ、うわ、うわ。いけ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 。よし。ヘナトス、ヘナトスってなんだっけ？相手がいるの、よし、レベンダクイーン。うわ、セミが消える？まだまだ大丈夫かな？でも切れちゃいますよね。攻撃力が、うわ、捨て身しちゃった。しまった、参加しちゃった。間違えた。ヘナトスが攻撃力下げる。レバニラクイーン、あ、白。じゃあ。お、装填マザン。あー、ヘナヘナになるから、ヘナリ。ヘナリンじゃないなんて変なとして、へえ、由来か。そうですね、最初セミの数だけ攻撃力が上がるんかと思ってて、だから2回したら攻撃力が2倍になるかと思ってたんですよ。フラウトヘナとして、レバニラクイーンがもう少しやっつけられる一角みたいですね。ちょっとキラコーンが、ほいほいほい、よし、オニオーンたちは、オニオーンたちは宝箱落とした。67位上がった。おー、いや、ちょっとこれなんかね、レベル上げたくなってきた。試練もうちょっとで演じしようかなとか言ってまた朝までコースになっちゃったやったー。でもゴールドストーンまで、ありがたやー、ありがたやー。あ、目玉がパニックで目玉に、おー、目玉に、お、ドデカニードル、混乱の魔法？あれ？お、ちょっと、おっと、わ、待って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 、よし、あ、これか、ドデカニードル、はーい。
なんか一匹の時って割となんか助けやすいじゃないや。なんか割と戦いやすいですよね、強敵が。やばい。あ、食与えた。おーおーおお、やばい。頭は上になってる。ドリカカーニバル。いいですね。ほい。はいはいはい。あ、でもなんか、でもなんかまだ白い。こんなに攻撃してるのに。あ、オレンジ色になった。おー、あ、会心だって。こういう時は、テンション上がってるから、ロスアタ。そうね。身をかわした。やば。身をかわしたんだよね。おっかないですよね。いやー、あー、とにかくアニマル、アップなった。さあ。あ、テレージの守り受けました。おめでとうございます。しびれを聞かした。と、ネコカーニバル。そこに私は天下の人をして、アーミーさんが、聖人のようにですね。あ、頂点マザ。よし。そういえば。よし。あ、今来た。おはようございます。もう外は明るいですかね。まだかな。暗い。夜。あ、扉上がった。いや、めっちゃ早いし、1分半。いやー、いい感じですねほい。あー、喉乾いた。ずっと喋ってたから喉乾きました。いい感じ。ごくごく。あれ？ルーラーストーンじゃないけど大事なものが。あ、間違えた。一周しちゃった。綺麗なの。モヒカン。ゴージ溜まってきました。いいの出るといいな。イエーイ。あ、この時間に配信嬉しい。おはようございます。おはようございます。マヒカンと&バッファロン。どっちからやろう。どっちからやるんだろう。ああ、モヒカン人からやるんだ。よーし。行ってみ。あ、そっか、テンションがアップするんですね。いやあ、こっちから溜めた。モヒカン人の力。あ、爆裂剣やばい。絶対やばい。うわ、ああ、デフォイミ。ちょうだい。うわ、ミス。いった。あ、イメージダウンの効果って言ったら。お、いいね。テンションバーンと、うわ、ムーチョ。キャー。あ、テンション元に戻ってた。よしよし、テンション戻る。わ、テンション上がった。それは私に任せて。私のツッコミが、ツッコミじゃないや。ロストアタックが。テンションが元に戻った。あ、刃プラスがある。いいんじゃない？わ、怒り。プンプン丸、山脈。テンション元に戻った。あー、うわー、テンション上がったー。アーミーにビバリンスペルク。いやー、なんだ、まだ怒ってる。あ、怒ってる。うわ、やば。あ、血消えた。あ、1段階下がった。あ、怒り下がった。テンション5上がった。やばい。近い。バッファロンさん近い。
あ、診療する。あ、モヒカンに終わった。よし。旧モヒカン論を行こう。なんだ？あ、捨て身がなくなった。よし。わあ、すごい。4つもコマンドある。で、やべ。死んだ。死んだ。待つ。あ、元気タイム終わってた。ってみ。ってみたら、テンションが元に戻っちゃった。だから、テンカが大丼。なんだ、違う、ね。テンカの無双だ。一釘、バッファロン。あ、よだれ。よだれ垂らしてる。わぁ。わ、超力ため。だから、超ロスアットで、もうすぐ手の下げを。シャシャ。超力ため。それを速攻で手の下げよう。バッファロン。バッファロン。天下無双。え、バッファロンを倒した。よし。モヒカンダーのバッファロンを倒した。バッファロンは、宝箱落としていった。ゴンザイモン。強いね。あ、お肉落とす人だ。なるほど。正しい名前を言う気なし。いや、いや、なんかね、もうほんとフィーリングなんですよ。もうほんとに。見た直感で言っちゃったんで。そう、ちょっと間違えました。お、湘南のディーバ、いいっすね。強さいなメモリー、17歳の、予測は完璧だった、君のよ、あ、衝撃使っとこう。聞いてよ、衝撃を飛び越えて、知らんかいた安心。全部の空を捕まえて。OK。こら、誰が衝撃ちゃんの衝撃や。メダルすごいですよ。って言っておく。チャプター。よし。よし。な、強っ。え、なんか踊ってる。まあ、B 倒れてるから B の方から徹底的に。あ、寝ちゃった。やーば、おばけ。やい、あ、ツッコミ、あ、シャンプターからツッコミを受けられた。受けられた？受けた。うわ、ちょっと、アミさん、すごい。どちら？どちら近いんだっけ？ B。脱いだらもう壁が透けてるって、人体的にやばいですよ、それは。もう衝撃とかの問題じゃなくて、人体に影響がありますよね、それ。怒ってる。うん、まあ、いい。怒らせよう。うわ、オノフリ得だよ。アーミーことオーガ2万匹が。いいですね。あ、寝てる。おやすみ。寝ました。すごい、オノムソをした後にすぐ寝るってね。いいですね。やっぱ、おののすもいいですよね。メダパンダンス。
じゃあ私は、あ、捨て身忘れた。うわ、おどつか。うわ、おどつんだ。やばい。誰か。やばいよ。やばいよ。全員2人がおどつんだ。やばいよ。あ、間違えた。うわ、やばい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 。熱んだ、熱んだ、熱んだ。落として。あ、リーバーも起こしてくれた。優しいやつじゃないですか。あー、間違えた。ファスティングしちゃった。ティンカムさんにコマンドあると思ってた。やばい。わー、アーミーさんにブーメランスティックだ。やば。回線揃ってるあれを買いたいです。はい、お金貯めたい。コミックソングどんな歌だ。あ、回線回線。いいねいいね。ブルルルルブルルルルブルルルル。はい。うわ、倒した。よし。心置きなく。あらら。中華時のディーバ。眠った。起こしてー。起こしてー。起こしてー。やばい。元気。おはようセピ、また寝ます。あれ。おはようございまーす。遊びしよー。私からしたら夜の延長戦ですけどね。まだまだ夜です。いやー、あ、やばい、違う。呪いの歌。今更ですが今日怒涛でした。いえ、もうこれ終わったら終わります。ディーバと共に終わります。はい、怒涛はないです。なんかちょっと明日っていうか、まあ今日なんですけど、今日ちょっと配信ができないかもしれないので、私の分やりたいこといっぱいやりました。はい、ユウジさんとアーミーさんとピラミッド行って、なんか変なお話トークとかしたり、やらばーい、出口で行けるでしょ。うん、湘南のディーバ、うん、潮風のディーバですね。イエーイ、キラキラポーズした。お出かけルンルン。ピラミッド、はい、3を2分50秒で倒す殺人クエをアーミーさんとリュウザさんと行かしてもらって、はい、今に至ります。お、ゴンザエモン、よし。キラ2は、またいずれいずれ受けます、いずれ。はい、よし、眠くなってきちゃった。もう2人がね、眠い眠いって途中言ったから眠くなってきちゃった。ピラニーは、ね、目つぶっててもサポが倒してくれた。いやー、どうだろう、それ目つぶってても助けてくれないでしょ。まあ、操作しなきゃ助けてくれないと思いますけどね。どうだろう、露骨です。すいません、もう 寝ますピラ配信来る、終わりました。ピラ配信、はい、あ、タイムシフトで急遽びっくりしました。でまあ、本当に奇跡、あれ本当に奇跡の回でした。はい、うわ、目をつむってると虫が体に這い上がってくるよ。うわ、ジンマシン、ジンマシン、ジンマシン、もうコントローラーバーンって言っちゃうかもしれない。危ない危ない。ということで今日はもう寝ます。
いやーもうね、ほんと夜中の、ほんとにもう夜中深夜配信だったんですけど、ほんとになんかね、もうよくわからない深夜のトークをしたり、ほんとにありがとうございました。もうまたよろしくお願いします。今後も皆さんちゃんと寝てください。ありがとうございました。おやすみなさーい。やっほー、やっほー。